ずあれだわ、俺たちはレベル上げなきゃいけないのか。そうだね、そこからか。3になったら結構やれること増えそう、うん、俺らしかいね。早いなあの人仕事が早い。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。お、また違う。真実で満たす。妨害する。出口に向かう。もうすでに何かあるんだけど、死体食い以外選択肢がなさそうだ。持ってくか。やめてくる。前怖く。前かよ。またビリビリマンだ。あ、出口ここって書いてある。You are here。 めっちゃ右側だわ。ジェネレーターが1個あるんだ、右下に。はいはい、それにポリタンク持ってって置かなきゃいけないってよ。そういうことね。脱出ゲームとお化け屋敷だよこんなもん。いや、来んのかよてめえ。え、精神がおかしくなった。マジ一気にゼロになった。あのスプレーマンにやられた。ああ。いや、そっちにあんのかよ。取りに行けねって今。別だ、別を見つけよう。リュウテン、そこで。あ、ここ来て入って。待って、ブリ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 。追われてる？リュウテン、はい、はい。あざす。失礼しました。あ、いって、よし、リプテンをガード。正気の満タンになってる。なんで逃げ切ったからか。やめなさーい。そんなの正気のが戻りました。ナイス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 。いや待って、これで行きたくね、奥まで。リプテン、こっちにボトルがあるから。ボトル装備してこうで。ポリタンク、リプテンの偽物がまた出てきた。このビリビリ、早く終わり、早く終わり、早く。よし。おい、アイテム取れないようにしてんじゃねえよ。アドレナリンあんのに取れねえや。あ、ポスター、ナイス。てか今叫びすぎて一気に喉がいかれたんだけど。あ、リプテンさん、足元にアドレナリンありますよ。こいつの死体、この死体帰るか。使っていけば。そうだ、ね、そうだ。あ、ポスター、こんにちは。うん、ああ、もう地雷が多い。嘘だろう。次に右下にジェネレーターがあるのを覚えてるから行きます。やばい、拾った食品。ナイスです。あー、ここ開いてねえ。あー、クソマジか。怖いよ、ビリビリマンが俺のところにいる。パパさん、開けらんねえ、ここ、俺がいる場所。ちょっと待って、さすがに無理なら回るけど。あ、ビリビリマンが目の前にいますね。ハコさんが前に進んでるなら任せて、開けてもらおう。ここだ、ハコさん。そこ、うん、ここは開けて。あ、うん、あ、ここを回収できるのか。一人がポリタンクで持って突き進んでね、補助されてとか開けてもらうまで待つのが一番いい。あ、どうも目の前、こんにちは。なんで今のバレてないの俺。開けた。いや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 、めっちゃ後ろにいるやー。バルタンですけどー。
やっべえ、いってい、った切るんだか殴るんだかどっちかにせえ。精神安定剤欲しい。持ってるよ俺。もう一番上まで戻ってきちゃった。まずいな、逃げるときに踏んじゃったわ。開けた開けた開けた。どここ、わお、当てた当てた。下がって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 。なんでだよ。だからじゃあここに失礼します。どう考えたって奥行かねえだろ。敵はバカならバカならいける、バカならいける、バカなら帰れ帰れ帰れ、バカバカ帰れ帰れ、バカバカ帰れ。現在 HP ハーフ。来いよナイスさん、出まーす。ういーす。なんでだよ、なんでそっちから来んだよお前。戻った、もしかして。あの人叫ぶたびたびにノイキャンされるの、なんだ。いつものこと。やだ、ほんと腹立つ。すぐ叫んじゃう癖やめたい。やるか。すぐ叫ぶ癖をやめたい、ほんと。いや、叫ぶのはいいことだと思うよ。いや、喉痛いんだもん、これ。いや。もう枯れまくっちゃっても。多分初都化じゃね、これ。初都化、初都化。ここか、場所。見つけた。リプテのところ、俺のところ、痛い、敵にやられそうだ。やべやべやべ。落とし方がわからん。落とせた。あ、俺死ぬわ。生きてる。何に追われてる。警官が来てるよ。目の前でアフロが走ってきたの超面白かったよ。回復ね、ポリタンク入れるところのそばにあったよ。マジ？てん。ごめん、もう俺も死ぬわ。これ落としておくよ。あー、オッケーオッケー、びっくりした。いや、敵来てるよ、後ろ。おいよ、いってー。回復巻いたく、ここに。いやー、後ろから来てる警官が。とりあえず逃げろ。とりあえずポスター。ナイスポス。いやー、あそこで固まられるっていうの超きついな。プシュじゃねえぞお前ら。省エネモード。多分一体は引きつけてると思うんだよな。離れちゃったかも。俺がやるぜ。姉さん後ろとかお願い。あ、オッケー、それやっていって。来たー、ネルさん、助けてー。ちょっと待って。俺も行くぞ。入れ終わった。精神安定剤、精神が崩壊した。ほら、何するんだ。ああ、アナさん、俺精神安定剤持ってるよ。拾った。やべ、気持ちに戻り、陸上部の力。よし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 よ
いてー、どうだいな。え、なんで絶対に当たってるって。リプテあれ、出口ってそっちか。おい、ちょっと待って、右よか。あ、帰ってない。ぐるっと回ったせいでネルさんが。頑張れネルさん、スライディングをうまく活用するんだ。え、出口どこにあるのこれ。一回上上がんないとダメじゃない。地獄だね。てか俺も体力で一だ。何してんだよてめえ、なんでそっちから来てんだよお前。わけわかんないよ。あーだだ、止まり、行き止まりじゃねえか。あ、やべ、バレた。あー、これじゃ。やべ、押しちゃった、間違えて。あー、俺終わったわ。やったぜ、やったぜ、うまくいってるわ。警官を、警官を閉じ込めてやった。待って、どこ。だ、あ、ここか。アソスタのところにあったところの横の赤って。回復、巻いてる。あたた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 た、皆さん、早く入って。俺、体力まだあるから。先失礼します。入っちゃうよ。精神安定剤だ。危ねえ、逃げた。あの警官うぜえ。もう血まみれ俺ら。なんでネルさん A プラなの。なんですげえ。いや、ん、どういうこと。チーム戦績 B プラ。俺 B だわ。及ばないが境界線を置いて精神状態が完全に定着するにはそれほど時間がいるな。ネルさん、その成績、のさ、一番赤いやつ教えて。長期を失う、長期を失う1回、身長、ダメージを受ける4回、落ち着きがない、少な音響罠にかかる12回、お粗末。俺、正気3回失ってダメージ14回食らって音響罠に2回かかってる。俺、正気3回失って床設置罠に2回かかってダメージを11回受けて音響罠に14回かかってる。なるほどね。けど、多分だけど俺、あのレンガボトル使用10回とヘッドショット7回、で道具を使って敵の注意をそらす8回とか。精神崩壊を生き抜くってのがある。あ、俺もう一回生き抜いた。あと隠れ場所を使う11回でツルツルって書いてあるんだけど。どういうこと。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。